上沢直幸は、千葉県松戸市出身のプロ野球選手。宇藤右内。北海道日本ハムファイターズ所属。幼少期はサッカーに興じていた。松戸市立第一中学校に入学すると野球部に入部したが、控えだった。仙台松戸高進学後は、1年からベンチ入りし、2年春からエースとなった。第62回春季。 関東地区高等学校野球大会千葉県大会は、ベスト8、第92回全国高等学校野球選手権、千葉大会と、第63回周期、関東地区高等学校野球大会千葉県大会は、ベスト4入りに貢献する。3年春には、春季大会で準優勝を果たし、同行12年ぶりの関東大会に出場した。初戦の前橋商業戦で、 関東勝利を果たす。この大会の活躍で、ほぼ同時期に就任した、持丸周一監督とともに本校を、千葉県の中でも競合校に導くことになった。3年夏は、千葉県大会2回戦の千葉名特攻戦で、鈴木康平と投げ合い、16奪三振を記録するも、大会規定により、延長11回で6から6の引き分けとなる。翌日の再試合では、 リードした6回途中から投板し、無失点に抑え5から2で勝利した。しかし、4回戦で、東京学館浦安公二二の3で敗れ、甲子園出場は果たせなかった。2011年10月27日のプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから6位指名を受けて入団した。2012年2013年にはに軍生活に終始した。 イースタンリーグ選抜で参加した2013年のフレッシュオールスターゲームでは予告選抜の森雄大に続く2番手での登板を予定していた。しかし森が腰を痛めて登板を回避したことを受けて急遽先発に抜擢。ウエスタンリーグ選抜打線を2回無安打に奪三振無失点に抑え切ったことから優秀選手賞を獲得した。2014年は 自身初の一軍キャンプスタート。オープン戦では、2試合の登板で8イニングを無失点に抑えた。公式戦、開幕4試合目である4月2日の対福岡ソフトバンクホークス戦で一軍公式戦初登板、初先発を果たすと、6回を3安打1失点7、脱三振の高頭で一軍初勝利。日本ハム所属の投手による一、軍公式戦初登板初先発は、 斉藤祐樹以来、高卒投手に限れば、中村勝る以来であった。4月9日には、対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の先発投手として、一軍の本拠地、札幌ドームでの公式戦に初登板。この試合にも勝利すると、4月16日の対、オリックスバファローズ戦で、日本人投手としては、東映フライヤーズ時代の1962年に、 大崎幸雄が達成して以来チーム52年ぶりの1軍デビューから3戦3勝を記録した。その後も先発ローテーションに定着し、規定投球回到達は逃したが、8勝8敗、防御率3.19の成績を残した。クライマックスシリーズでは、オリックスとのファーストステージ第2戦、ソフトバンクとのファイナルステージ第6戦に先発した。ファーストステージ第2戦は6回に、 3を投げて3失点と勝敗はつかなかったが、高騰した。しかし、ファイナルステージ第6戦では3回に、3を投げて3失点で降板し、敗戦投手となりチームは日本シリーズ進出を逃した。11月、第1回2 1優野球ワールドカップの日本代表に選出された。2試合で先発して12回1失点21、脱三振の高騰を見せ、 先発投手として大会ベスト9に選出された。2015年は開幕ローテーション入りを果たすも安定せず前年の8勝より5勝と勝ち星を減らし防御率も4.18と悪化した。終盤には右肘に痛みが出始め、翌2016年3月のイースタンリーグでの当番で違和感から3月23日に右肘関節滑膜膝切除術を受ける。 8月に復帰するも一軍登板はなく、減額制限以上の減法となった。2017年4月7日の対オリックス戦で2015年7月28日以来619日ぶりの一軍登板を果たすも、敗れる。7月2日のロッテ戦で6回を4アンダム失点に抑え、726日ぶりの一軍での勝利を挙げる。 一年を通して15試合に登板し、4勝9敗の防御率3.44と復調を見せた。12月14日に結婚し、翌期より背番号を15に変更した。2018年5月16日の対埼玉西武ライオンズ戦では、自身4年ぶりとなる9回完封勝利を挙げた。自身初となるオールスターゲームに選出され、この年は25試合に登板。 武田翔太と並ぶリーグ最多タイの3度の完封勝利を含む初の2桁勝利チーム最多の11勝を挙げチームの3役心に貢献した。オフにはサムライジャパンのメンバーにも選ばれ先発投手として5回6案内1失点と高騰した。2019年自身初となる開幕投手に選出され3月29日のタイオリックス戦では 6回を投げて3点を失うも、大役を、全うした。その後も先発ローテーションを守っていたが、交流戦の6月18日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で、寝二人外の打球を左膝に受け、左室外骨を骨折。翌6月19日に制服固定術を受け前置後、過月の見通しとなり、同年中の復帰は絶望となった。2020年は、 新型コロナウイルスの影響で当初の開幕予定だった3月20日から6月19日に開幕が延期され膝を骨折していた上沢も開幕に間に合い6月30日のソフトバンク戦で復帰当番を果たした7月28日のオリックス戦で復帰後初勝利を挙げたこの年は膝の骨折から復帰し先発陣の一角を担い 15試合に登板して8勝6敗、防御率3.06でシーズンを終えた。2021年は開幕投手を務めたが、開幕3戦で防御率6.23と白星から遠ざかった。しかし4月17日の楽天戦で8年ぶりの NPB での登板だった田中正宏と投げ合い、田中の NPB での連勝記録を28で止め、 シーズン初勝利を挙げると11試合連続で QS を記録するなど安定したピッチングを続け2018年以来となるオールスターゲームに選出された。長身からオーバースローで投げ下ろす最速時速 151km のストレート、スライダー、カットボール、フォーク、チェンジアップ、さらには数種類のカーブを操る。プロ入り後は中継企業が1回あっただけで 他はすべて先発登板であり、先発関東型の投手である。長身の速球派右腕投手であることと、入団当時日本ハムに在籍していた先輩投手にちなんで、松戸のダルビッシュと呼ばれた。ありがとうございます。